さ、今日の体重は何キロ？何キロ？何キロだい？お、減った。おはようございます。腹筋ローラー39日目、ダイエット始めて14日目になりました。体重も、今朝は80キロジャストだったので、このままそうですね、76キロまではちょっとやっていきたいと、まず一つの目標としてやっていきたいと思っています。ただここのところダイエットの影響なんでしょうね。やっぱり甘いも好きなんですけど、まあその辺ちょっと我慢してるということもあって、俺は何のためにダイエットしてるのか、61歳過ぎて腹筋を割ってどうするのか、なんかそんなことを考え出してます。61歳過ぎて、腹筋ローラーで腹筋を割るで始めたわけなんですけど、61歳過ぎて腹筋割ってどうすんのっていうようなね、まあ人様に見せるっていうこともまずないですし、自己満足ですよね。今のところ自分のまあ気持ちの限界がどの辺にあるのか分かんないですけど、まあ食事と運動と、まあその辺にぶち当たるまではとりあえず、腹筋ローラーと、ダイエット続けていきたいと思います。よろしくお願いします。